の高いリンゴ酢にたった一杯入れるだけでさらに痩せることができるんです。しかもコスパも最高。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは痩せたいけど何をやっても続かない、だから私は全然痩せないなんてことないですか？そこで今回は簡単で美味しい、しかもこれなら三日坊主でも続くリンゴ酢ダイエット痩せる方法をお伝えします。飲むだけであなたの暴走する食欲を抑えてくれて、脂肪を溜め込みにくくして、しかも代謝もアップ、また腸内環境が整って、あなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。実際に私のクライアントの方もこのリンゴ酢ダイエット法でなんと2週間でマイナス3キロを落とした方もいらっしゃいます。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1. たった1杯入れるだけで痩せる理由とは。 2. おすすめ激痩せレシピ。 3. 注意点、ここを知らないと逆に太ってしまいます。この順でお話します。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も健康で綺麗になる女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録してお役立てくださいね。では目次1です。また一杯入れるだけで痩せる理由についてお話します。一体何を一杯入れるのでしょうか。それはこちらです。はちみつになります。はちみつなんて甘くて太りそうと思ったそこのあなた、ちょっと待ってください。これには理由があるんです。それはこういうことです。はちみつを加えることで痩せる理由その1はこちら。あなたの血糖値を安定させてくれるから。私たちは血糖値が低下すると、あーお腹空いた、なんか食べたいと脳が感じて食べたくなってしまうんですね。そして食べる、するとまた血糖値が上がる、するとその上がった血糖値を下げようとデブホルモンと呼ばれるインスリンが出て、また血糖値を下げる、するとまたあなたはあーお腹空いた、何か食べたいと思うという、この負のスパイラルへと入ってしまうんです。そう、いつまでたっても食欲が収まらないの繰り返し。なので痩せるためにはこの血糖値を下げすぎず上げすぎず上手にコントロールすることができれば、あなたは余計な食欲に左右されなくても済みます。そこで活躍するのが蜂蜜になります。蜂蜜を使って血糖値を下げすぎず、そしてリンゴ酢を使って血糖値を上げすぎず、このバランスを保っていくこと、このダブル効果が痩せるポイント。今回はリンゴ酢の詳しいダイエット効果は別動画でお話ししております。ぜひそちらもご覧ください。詳しくはコメント欄にリンクを貼っています。痩せる理由その2はこちら。あなたの腸内環境を整えてくれるからです。蜂蜜に多く含まれるオリゴ糖とグルコン酸が腸の痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてくれるんです。善玉菌が増えると腸内環境が整って、便秘も改善、太る原因老廃物をデトックスすることができます。痩せる理由その3はこちら。脂肪燃焼効果があるからになります。蜂蜜に含まれているポリフェノールが脂肪の代謝を高めてくれるんですね。その働きによって脂肪の蓄積を防ぐ効果があるんです。痩せる理由その4はこちら。蜂蜜は栄養価が高いからになります。痩せたいなら絶対に栄養が必要になるんですよね。なぜかというと痩せホルモンの材料はやはり栄養だからです。ここで間違っても蜂蜜の代わりに白砂糖や人工甘味料などは絶対に使わないでください。ますますあなたの味覚が異常になって中毒性もありますから太ってしまいます。では目次2つ目はこちら。おすすめ激痩せレシピ。それは純リンゴ酢蜂蜜白湯になります。とっても簡単、材料はたったの3つだけ。まず材料1杯分です。白湯 200ml、 純リンゴ酢大さじ1、純水蜂蜜大さじ1、これだけしっかり混ぜて作ってください。でも注意です、何でもいいわけではありません。ここでしっかりと太らないためのポイントがあります。次の目次に行きましょう。
では目次3つ目、こちら注意点ということで、太らないためにもぜひこのお話最後まで聞いてくださいね。痩せるためのポイントはズバリこちら、選び方、材料の注意点ですね。無添加でお願いします。ではまずリンゴ酢はどのリンゴ酢が良いのかということで、ズバリこちらです。純リンゴ酢を選んでください。見極め方は簡単、今手元にありますけども、こういった純リンゴ酢と書いてあるリンゴ酢で、裏の原材料名をチェックしてくださいね。そこにたった一つだけ、国産のリンゴ果汁 100% のみでできているものでしたら、どこのメーカーでも構いません。例えばこちらでしたらミツカンの純リンゴ酢ですし、こちらはイオングループ系のトップバリューの純リンゴ酢ですし、私は健康食品のお店でリンゴ果汁とリンゴ果実まで使ってくれているこの国産のリンゴ 100% の純リンゴ酢、これすごくフルーティーで美味しいんですね。気に入ってます。どちらのメーカーでも構いません。今時ね、ネットでも販売してますから、あなたのお気に入りの純リンゴ酢を必ず使ってくださいね。そして注意ですけれども、間違ってもリンゴ酢と書いてあって原材料にもう甘いですね、果糖、ブドウ糖、液糖、お砂糖などなど入っているリンゴ酢は太りますから NG です。ましてや人工甘味料とかね、そういったものが入っているのは絶対に買わないでください。よくコンビニとかでリンゴ酢ドリンクって売っていると思うんですけれど もう残念、人工甘味料が3種類も入ってるんですね。で、大体こんなちっちゃいパックで100円以上するじゃないですか。コスパ悪すぎです。だったらあなたがちゃんと手作りの無添加の純リンゴ酢を使ったリンゴ酢白湯でドリンク作った方が絶対コスパもいいですし、美味しいですから続けることができます。はい、そして次、蜂蜜はぜひこちら、純粋蜂蜜を選んでください。蜂蜜にはこの純粋蜂蜜以外にも果糖蜂蜜や精製蜂蜜といった砂糖や水飴、そして諸糖などを加えた蜂蜜売ってるんですね。そういった蜂蜜は蜂蜜本来が持つ抗菌作用であったり栄養価が落ちていきますから、ぜひ純粋蜂蜜を選びましょう。特に便秘がちな方はこちらアカシア蜂蜜とかローズマリーでできた蜂蜜を選ばれますと便秘予防効果がアップすると言われています。また私がお気に入りのこのマヌカハニーなんですけれども、本来の蜂蜜には入っていない成分、殺菌消毒効果のあるメチルグリオキサールという成分が入っているので健康にも丸です。ちなみに私が気に入ってるこのマヌカハニーはですね、熊本県の株式会社杉養蜂園さんが出していらっしゃるこの誤報なんていうすごく便利なマヌカハニーで、まあ、このまま食べる時もありますし、もちろんこの純リンゴ酢さゆに使っています。では注意点その2は、蜂蜜の取り扱い方についてになります。蜂蜜は金属に触れると変質してしまいやすいんですね。なので例えば瓶の蜂蜜でしたら金属製のスプーンですくうのではなくて木製の木でできたスプーンですくうと丸です。あともう一つ、蜂蜜は加熱に弱いんですね。だいたい45度を超えてくると成分が変質していって、なんと65度以上で壊れてしまいます。特に寒い季節、結晶化して固まってしまいますよね、どうしようって。その時に温め直して液状化にする方も多いと思うんですけれども、それを繰り返し行うことで栄養価が下がってしまいます。なのでちょっとそのままね、ジャリジャリ感も楽しんでいただいて、さゆでしっかり溶かしていただいた方が栄養価が下がらずに栄養そのまま摂取することができます。では注意3つ目はこちら、1日あたりの摂取量についてです。先ほどお話ししました純リンゴ酢蜂蜜さゆの飲んでいい量なんですけれども、1日あたりコップ2杯までにしてください。なぜかというと純リンゴ酢自体が1日かけてトータル大さじ2杯まで、蜂蜜は1日かけて 30g までとされておりますから、だいたい2杯ぐらい飲むとそのあたりの程度量も摂取したことになりますから、ぜひ飲みすぎには注意してくださいね。国
ここまでこの動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこのダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロを達成した方が続々と出ていらっしゃいます。ここからお知らせの後に今回の動画の大事なポイントまとめのお話があります。ぜひ最後までチェックしてくださいね。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上のクライアントの方、心と体のケアをした経験から腸活で根本的に綺麗に痩せるための動画4本今無料でプレゼントしています。受け取り方法はこちらの動画の説明欄リンクから LINE 登録して受け取ってくださいね。ぜひお役立てください。では今回の動画の大事なポイントまとめになります。1、材料は無添加のものを選びましょう。2、1日あたり飲む量はコップ2杯までにしましょう。それでは今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみてこうなりましたっていうねご感想などなどコメントにいただけますととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。